ママさんと一緒に、親子キャンプの方をやっていきたいと思います。はい、エホトも着きました。見事な皮むきですね。乾杯。やったー、イエーイ。サクサクでガーリックの香りがめっちゃベリーマッチング。久々に焚き火だったね。え、本当だね。おはようございます。おはようございます。今6時ぐらい時間そうだねなんですけれども、風がすごい、風がパッサンパッサン入っていて、それで起きました。おはようございます。おはようございます。ご飯作っていきましょう。そうですね、はい、作っていきましょう。これまた組み立ててもらえるかな。了解。よし、今日はね、うん、ピザトーストを作りました。ピザトースト、はい、うん、おいしい。ありがとう。ガスガス、はい、ガス。おう、あ、いいね。ピザトーストの上に乗せる具材を挟んでいきます。食パン8枚切りね。こんな感じでいいかな。こんな感じと、ちょっと入れておきます。え、ちょっとなんかピザっぽいような感じよね。これにピザソース。ピザソース、うん、ピザソース。これでゆうちゅんさ、伸ばして、はい、キャンベルのスープ、うん、風が強いから飛んじゃうかな。あ、焦げてる、匂いが。ああ、ほら、あ、でも大丈夫、ギリギリ大丈夫。これでさ、うん、バーナーで焼こう、上バーナーで焼く、うん。完成しました。2日目の朝ごはんはピザトースト、キャンベルのコーンスープ、ぶどう、巨峰ですね。そしてサラダ、ヨーグルトです。それではいただきます。いただきます。おいしい無糖。おいしい無糖。うわ、無糖だ。ああ、そう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 、無糖だって、無糖だよ。なんかうちらがこうやって食ってると学校の給食食ってるみたいになるの。ほんとだね。給食かな。うん、どう、おいしい。おいしい、うん、うん、飲む。お、めっちゃ飲むよ。うん、スープもよきだよ。よきなんかソロキャンプとかだったらさ、うん、お、お皿に寄せないでそのままこっちゃう。あー、そっかそっかそっか。そうした方がさ、うん、洗い物で少ないの。そうなんだよね。ね、これ穴開いちゃったの。それこれ最初で。あ、そうなんだ。最初から開いてるみたいな。あ、雨降りしちゃう。そう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 。これでそんなことしながらパーパーしてんのか、すっげえ根拠で。穴開いてんだぜ。ソーキャップ始める前はまだね、うん、ヘキサイズがなかったんだよ。うん、ヘキサイズがなくて、うん、このペンタ、うん、ペンタしかなくて、ね、なんかすごいタッパク憧れてたんだよね、最初から、うんうん、荷物も少ないしみたいな感じで、うんうんうん、
で、これ買って、うん、これゆかりに買ってもらったんだよ。あ、そうなの。そう、説法祭の時に、うん、ゆかりんが、うん、ゆかりんに、うん、欲しいんだよねって、うん、これ好きなんだよねって言ったら、じゃあ買ってやるよみたいな感じで、ほんと買ってくれて、めっちゃ嬉しくて、へぇ。で、初張りしたのが、うん、あれだった、成田に梅牧場、うん、デイキャンプ行ったじゃん、うんうんうん、あの時に買ったのが、うん、これ初めて。へぇ。ゆうちゃんさ、芸人さんで誰が好き？子供が、子供の頃好きだった人でもいいよ。芸能人、芸能人、芸人とか。芸人、うん、さかなクンとか好きだった。あー、さかなクンね、芸人ではないけど。そうだよね、さかなクン好きとかって言ってるね、うん、芸人ではないけど、うん、あと、オードリーの隣にいる若林。あ、若林さん好き。春日じゃなくて、そう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 、若林が好き。あれキャラがいい。あ、そうなんだ。あの人好きなんだ。ほんと、そうなんだ、うん、それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。朝食で食べる、ピザトースト、すごい美味しかったです。ピンピラピー、ピンピラピー、いただだ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 お片付け開始します。開始します。風が抜けて涼しい。気持ちいい ね最高でございます。撤収開始します。開始します。開始します。いいです。はい、撤収完了しました、はい、それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。楽しかったね。うん、楽しかったね。